今回は年内最後の動画投稿ということで、お正月のおせち料理にぴったりのお酒をご紹介させていただきます。まずはこちら、菊姫銀。銀ジュースとはどこまで洗練されるか。大吟醸を超える超吟醸酒として、菊姫の意欲と誇りにかけて醸された吟醸酒です。メロンやバナナを連想する甘く穏やかな芳香が感じられ、落ち着きのある上品な旨味を含んだすっきりとした味わいです。年の初めにふさわしいちょっと贅沢なお酒で、新年をお祝いしてはいかがでしょうか。次はこちら、提灯純米大吟醸6生詰め。蔵元入魂の純米大吟醸、上品な香味が広がり、繊細な味の膨らみと滑らかな喉越しが素晴らしい一品です。上皇様が天皇陛下時代、名古屋視察の際に県下を代表し献上された由緒あるお酒です。風の森タイプ2。国内のみならず海外でも大人気の風の森、日本酒をあまり飲み慣れていない方々にもおすすめです。綿屋純米大吟醸宮間錦、喉越し良いすっきりとした味わいが万人に好まれる名酒です。喜び怪人山灰純米原酒三州お町室賀生。どこか蔵の香りが感じられる丁寧な作りの室賀生原酒です。鶴の里山灰純米、他の蔵元も絶賛する品格ある味わいの IWC インターナショナルワインチャレンジ初代日本酒チャンピオン酒です。丹沢山純米酒霊峰、おせちをつまみにゆるゆる飲む燗酒ならこれが絶品。丹沢山純米酒酒舗樽酒、吉野杉の香りがお正月気分を盛り上げる美味しい樽酒です。草原石川門室賀生原酒、軽快に楽しめる生原酒です。お正月風のラベルも素敵ですね。秋鹿みぞれ模様純米吟醸濁り生原酒、絞りたてシュワシュワピチピチの爽快な美味しさが大人気。丹沢山純米吟醸タレ口の酒、この時期だけしか味わうことができない絞りたて生原酒。喜び怪人高薄濁り生、蔵元県当時丸尾忠興氏の名を冠し、毎年一番最初に醸す正統派の純米吟醸生酒。ざっと早足でご紹介しましたが、画面左手は冷やむき、右手は寒むきのお酒です。それでは先ほど紹介したお酒の中からこちらの3本をレビューしていきたいと思います。まずはこちらから開選、秋鹿みぞれ模様純米吟醸濁り生原酒活性タイプ。栓を開けるときは吹き込
そぼれることがありますので、よく冷やして置いた状態でタオルなどで押さえながらゆっくり揚げてください。改善した途端、沈殿していた活性煙がポコポコと浮き上がっていきます。ここで油断してはいけません。一気に栓を抜くと溢れてしまいますので、ガス抜きしながらゆっくり時間をかけて開けてください。上手に開けられたらあなたはヒーローですよ。無農薬自家栽培山田錦 100% 原料に醸され、シュワシュワピチピチの爽快な美味しさが大人気。シャンパンタイプのドライな濁り酒は、和食はもちろん肉や魚のさまざまなお料理とお楽しみいただける万能型の重宝なお酒です。少しヨーグルトを思わせる乳酸系の爽やかな味わいです。搾りたての風味をお楽しみください。丹沢山純米吟醸タレ口の酒、この時期だけしか味わうことのできない絞りたての生原酒で、川西屋酒造店の地元足柄産の若水を使用した純米吟醸酒です。お酒を絞るとき、圧力を加えないで自然に出てくる柔らかく贅沢な部分だけを瓶詰め、折り下げもしない室賀生原酒の状態なので薄く濁っています。フレッシュな風味が心地よく、太い酸味とコクのある味わいです。船渋いならではの柔らかくたっぷりとした米の旨みが存分にお楽しみいただけます。喜び外人高薄煮織生、倉本県当時丸尾忠興氏の名を冠し、毎年一番最初に醸される正統派の純米吟醸生酒、ファンがその年の出来栄えに一喜一憂し、年末ギリギリに少量入荷する希少酒です。八旦錦で醸されたこの酒は、新酒らしいフレッシュ感としっかりした米の甘み、うまみ、食臭酒としての酸を備え楽しめる素晴らしいお酒です。薄煮織生と表示されておりますが、見た目はほぼ透明な炭酒で、お湯に接する上澄みの美味しく贅沢な部分が瓶詰めされた生原酒です。お正月料理や魚介類にとてもよく合う、代々杜氏の名を冠する入魂の人気酒です。今年も酒屋の晩酌をご視聴いただきありがとうございました。来る年が皆様にとりまして素晴らしい一年になりますことを心からお祈り申し上げます。来年もどうぞよろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。